春日市交通自動遊園で保存されていた1638号、名古屋市交通局1600系電車は、かつて名古屋市交通局が保有していた路面電車車両である。旧型ボギー車や老朽化した単車を一掃する目的で製造された。本形式は改造により、日本初の路面電車によるワンマンカーとして運用された。 1600型は1950年12月に最初の15両が投入され、翌1951年9月までに合計76両が日本車両製造、新潟鉄工所、日立製作所、愛知富士産業の4社で製造された。1400系以来の流れを組む12メートル級の中型車で、スタイルは1500型と基本的には同様だが、 中央扉をなくした片側に扉となったことが最大の特徴である。側面窓配置 1D8D1、2段上昇窓で扉は2枚引き戸となっていた。前面は3枚窓で中央窓上に方向幕を右窓上に通風口を装備し、倉庫に前、明かりと車番を取り付けていた。足回りは 50PS モーターを2機装備し、KS40J。 またはブリル 76E2 類似のコピー台車を履いていた。性能的には1400型や1500型に準じていたが、ワンマン化改造後の晩年は、多形式との扉配置の違いなどにより、乗務員からは嫌われていたと言われる。心臓直後は、沢上、高辻、港、下野一式の4車庫に配置された。主に市南部の系統を中心にしながらも、 中心部や北部まで乗り入れる系統もあったため、市内のほぼ全域で運用された。下の一式車庫配置の車両は1954年2月から合理化を目的として、路面電車では日本初となるワンマン運行を行った。ワンマン運行は1965年からは全系統に拡大されていくが、本形式は元来ワンマン化には適さない扉配置のために、 全車改造には至らなかった。また改造された車両も乗務員からは10メートルも離れている後部扉はミラーによる確認がしにくいと嫌われていたとされる。1971年から2万車の廃車が始まり、ワンマン改造車も1972年3月に路線の全廃を待たずして全車が廃車された。本形式は たとし、他社への譲渡は行われなかった。1603号がワンマン車の姿で、カリア市交通自動遊園にて保存されている。また、1638号がツーマン車の姿で、カスガイ市交通自動遊園に保存されていたが、老朽化により2009年に解体された。1650から1653は1960年に港車庫に転出。 1653のみ、翌1961年に、下野一式線に戻ったが、戻ることのなかった1650から1652は、設備を撤去された。下野一式線、港車庫廃止に伴って転出した車両は、後に、転属先の車庫で設備を撤去された。ワンマン車を示す、赤帯の扉付近に白文字で、ワンマンカーと表示されていた。 1650から1653は1960年に港車庫に転出した際、通満車に戻された。1653は翌年下の一式線に戻り、ワンマン化再改造を受けたが、1650から1653は二度とワンマン化改造されることはなかった。1968年頃に、いわゆる標準ワンマンに再改造された。当初は、 残存全車が改造される予定であったが、ワンマン化に適さない扉配置のため、15両を改造した時点で、残る車両への改造工事は中止された。1653から1660の一部は 45PS に。ありがとうございます。